こんにちは。初見です。本当ですか？本当ですか？こんにちは。こんにちは。SK48 チーム E の池田楓です。今日はオンラインサイン会&手形会ありがとうございました。服大人っぽい、大人っぽいですか？子供っぽいかと思った。子供っぽいかと思った。これにサインとか書きました。書きました。みんなへのサインを書きましたよ。申し込んでくださった皆さんありがとうございました。やっぱり手形がサインの半分以下だった。手形もいいのにな。手形もいいのにな。手形もおすすめでしたが、やっぱサインの方が人気でした。中には複数枚申し込んでくださった方とかもいらっしゃって、本当に嬉しかったです。もちろんどっちかだけとかだけでもだし、どっちも買ってくださった方とかもいて、本当に楽しみにしててください。届くまでをやらないと思って諦めました。それはやばい。私のは全部当たると思います。正直、私のは全部当たると思う。チョコのギフト5個ありがとうございます。ありがとう。そう、なんか手形は手形押した後に指でいろいろ落書きしました。落書きとか。ハート書いたり、ファンの人の名前入れたりっていうのを全部手肉で、お指でやりました。だから届くの楽しみにしていてください。チョコのギフト3つありがとうございます。前髪切りたい、前髪切りたいよ。今日は歩いてたら携帯の充電が切れちゃって、なんかね、携帯ってこう充電が切れるとその瞬間にブチってなんかもうブチッとさなくなるじゃん。息をしなくなるじゃん。悲しいよね。それでさ何もできなくなっちゃうんだよ。それまでさいろんなことがさできていたのにさ、充電がさ切れちゃった瞬間になくなっちゃう。
寒いから充電減りやすいよね。やっぱさ気温関係あるんだね。気温も関係あるんだね。やはり。なんだ。なんか変な顔会いたかった会いたかったって書いてある。会いたかったイエス君に。ちょっとつるつるつるハッピーバレンタインのギフトありがとう。嬉しいわ、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。チョコください、皆さん、愛をください。前髪が伸びたろうです。伸び伸び伸び太郎ブラックかいにゃん。そう、今日はブラック、服がブラックです。ブラックちゃんです、ブラックちゃんです。触覚がね、なんかね、触覚がなんかね、ちょっとね、自分でね作ったらね、あんまなんか左右対称じゃなくてね、気に入ってないんですよ。カチューシャいいね、ありがとうございます。カチューシャね、そう、でもこれしか持ってなくて、いつもこれつけてる。手はまだ赤いの？洗った、大丈夫だよ。こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとうございます。外が寒い。ほら、綺麗に撮れました。あんなに真っ赤だったのに綺麗に復活です。私のお手手さんは、私前回の手形会多分右手で手形を押したから、今回の手形会は左手で押したんですね。で左手で押して、ほんで、ちょっと違う感じにそうだから両手コンプリートできるかな。だから次回はまた右手にしますもし次回手形会があるとしたら右手でやります。右左ってやります。多分なんかさ貼りたい、貼りたいな、貼ります。写真あ、いい感じやん、いい感じやん。
なんか私壁に対して平行、いつもこの辺から写せばいいんだ、この線から写せばいいんだ、そしたらいいかも、いい感じ、やった、早く欲しい、そうだよね、そうだよね、待ち遠しいよね、ちょっとそう、ちょっと待ち遠しい、前髪をこのぐらい切りたい、忘れたところに届くんだ、忘れた頃に届くんですって、ドキドキだね、ドキドキが止まらんね、それは待ってる間も楽しいよね、多分いつ届くかなって、世界中のこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとうございます、こんにちは、こんにちは、お弁当美味しかった、めっちゃ美味しかったよ、めっちゃ美味しかった、お弁当しか勝たん、私は鮭のお弁当にしましたよ、鮭のお弁当はなんと唐揚げも入っててラッキーと思って、唐揚げも美味しかった、唐揚げも美味しかったし、なんか私お弁当に入っている煮豆、なんか豆系のおかずが好きなんですよ、だから美味しかった、そう、ドーナツ食べました、朝ごはんに、
いいでしょう。こんにちは。なんか赤いハートのドーナツ食べたんですけど、表面になんか赤いベリーみたいな、砂糖みたいな、チョコみたいな、砂糖みたいなやつでコーティングされてて、中にチョコが入っていて、上になんか上になんかね、なんかベリーのなんかかけらみたいなやつがかぶさってあって美味しかったです。毎日アイドル9日間ありがとうございます。ありがとうございます。偉いですか。ありがとうございます。毎日見てきてくれて、コメントとかギフトとかしてくるから、してくれるから、あのしてくださるから、配信を楽しくやることができています。ありがとうございます。あと皆さん、私お腹出しすぎです。お腹がめっちゃ出てます。なんか撮ってる時とか気づかなくて、撮ってる時も気づかなかったし、何も気づかなくて、なんかそしたらなんかお腹めっちゃ出てて、おへそもめっちゃ出てて、だから生写真届いたら、あのおへそをなんかあのペンで塗っといてください。恥ずかしいので。なんでそんなおへそを出てたんですかね。でも衣装さんにも何も言われなかったから、別にそう着方を間違ったわけではないんだけど、めっちゃおへそ出ちゃった。なんでやろうか。なのでまあおへそが見たい人は私の生写真をゲットして、おへそを堪能してください。私のおへそ今なら見れます。なんでおへそまで出たんだろう。最近はね、おへそを出すことが少ないのですが、チョコのギフト10個ありがとうございます。いつもありがとう。ハート。今日全員チーム E だったので、わちゃわちゃと楽しく、ゆるくチーム E の楽屋を覗き見しているような配信になっていたかと思われますので、もしねよかったら、YouTube でまた見てください。アーカイブで見てください。そう、ココちゃんと踊ったりしました。やばい、やばく楽しかったのですが、やば楽しかったです。
調子が出てきた。そう、 YouTube で見てください。ぜひ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 見てください。この今を青春と呼ぶのならばどうやってすれば輝くの。そう、永久保存版。永久保存版だよ。こんばんは。6時過ぎたらみんなこんばんはになるんだね。キャニャの声はっきりしてて名前とかよく聞こえてよかったよ。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ配信見えてないけどありがとうございます。ありがとうございます。画面越しのファンに向けて頑張るカイニャンが愛おしかっただって。そんな風に言ってくれてありがとうございます。お優しい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。ありがとう。なんか空いちゃった。生きているとお腹が空きますね。生きていると写真に描く絵描いてたみたいだけど何パターンぐらいあったの？100 100だよ。楽しみだって。みんな楽しみにしてくれてありがとう。かえにゃん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 ってすごいすごい。かえにゃん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 いっぱいいっぱい呼ばれてる。こんにちは。すごく愛が伝わってきますが、アメブロ二十歳になってた。嘘、ね、間違えてる。年齢詐称しちゃった。姿勢がいいなと思って見てました。そう、なんか姿勢いいっていっぱい言われました、ファンの人に。姿勢いいっていっぱい言われた。
こない寒いんだろう。かえちゃんお初です、来てくれてありがとうございます。ちょっと座敷わらしみたいになっちゃった。 SK48 チーム E の池田楓です。ありがとうございます、来てくれて。髪の毛巻きました。寒いね、うん、めっちゃ寒いです。めっちゃ寒いよ。私は白ご飯も好きなんですけど、白くない色のついてるご飯が好きなんですね。色のついたご飯が好きなんですけど、それで色のついたご飯が好きなんですけど、それでね、今日のお弁当にかしわご飯みたいな、かしわご飯みたいなやつが入ってて、めっちゃ美味しかった。味のついたご飯かなが好き。味のついたご飯で美味しかったです今日。そう、寒いから早くさ、終わったら、冬が終わったらいいのになって思うよね。思いを抱いているんだよ。冬終わらんか。最近あったショックの話なんだけど、私好きなブランドがあるんですけどね、そこで前なんか上着を買ったんですよ。その上着をね買ったんですけど、なんかねセールみたいなやってるって言ったから、私そのサイトをポチッと押したんですよ。そしたらね、もうね半額なっとって、あれやーと思って、あちゃーと思ってね。めっちゃなんかそれ以外にもめっちゃなんか安くしてあって、え、なんか服って定価で買ったらいつか損する世界なんだよ。だから服は定価で買ってはいけないっていうルールをルールというか、買ってはいけない説が出てきましたね。悔しいです。でもなんか欲しかったものが安くなってたりもしたから、そういいなって思ったけど、またそれもさらに安くなったりする可能性もあると思うとちょっと買えないですよ。怖くないですか？なんかきっと 30% オフとか 20% オフじゃないですか。でそれがまた数時間、数時間は嘘、時間が少し経ったら 50% オフとかなっちゃう。え、そうなんだよ。そうなの。安くなる前に買って売れ残るのも、売れ残ったらまた安くなるけど、売り切れちゃったら手に入らないじゃないですか。そう思うと加減が難しいですよね。確かにそうだね。駆け引き、確かに言われてみれば駆け引きだね。駆け引き大事。
駆け引きが大事だなと思った遺産であった。寒い寒い。そうでも結局買ってからさ全然着なかったから、買わないで待ってればよかった。最近暖房つけすぎてやばいので、そう多分やばい今月。言ってくれれば送るのに。光熱費？仕送り？もう仕送りはしてもらってないんですよ。最初らへんはしてもらってたけど、もう20歳だから、いや今21歳だった21歳だから上着の話じゃない。あ、なるほど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 ですね。いや正直仕送りないと欲しいものをパッと買えないなとかはあるけど、本当になんかポンポン欲しいものを買わなければまあ生きてはいけるけど、今まで仕送りしてもらってた分があるから何とも言えないです。みんなは仕送りしてもらってますか？いつまでもあると思うな親と金、ね、これは何の言葉か分からんけどなんか知ってる。そう親孝行は大事。めっちゃ白飛びする髪の毛やろうとした。二つ結びとかしたいけどさ、普通にさ生きててさ二つ結びさできないよね。公演の時とかなの分かるけど、普通に生きててさ二つ結びできない。トゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ。初見さんこんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。 SK48 チーム E の池田楓です。長崎県出身の17歳です。17歳プラス4歳です。17歳に憧れるけど17歳じゃないです。すぐ年齢差し押しちゃうからさ。すぐ年齢差し押しちゃう、これ癖なんです。
癖でね、どうもどうも癖でさ、例えば恋でキャッチボールのユニット一つのボールを抱いて、ハウステンボス天使ハウステンボス天使嬉しい天使です、イエーイ。久しぶりにカイナの書類見れて嬉しいです。どこにいたの、どこにいたの、てか毛布着るだけで超あったかい。毛布しか勝たんね、見てボブみたい。ボブみたい。見てボブみたい。ずっと仕事のタイミング、確かに確かに。皆さん髪切りました？髪切ったみたい。ちょっとこの状態で写真撮りたいな。隠れる、隠すのむず。これ騙されてくれる人いるのかな。これをボブも可愛いハースチだって、もっと好きになって、これをこうしてカチューシャ可愛すぎる。これはあれだよ、300円ショップのだよ。これをこうしてこうやって隠して撮ったらさ、ボブに見える。
騙される騙される、みんな騙される。みんなきっと騙される。イエーイ。ちょっとツイッターに載せよう。え、騙されるくない？え、騙されるくない？髪切りましたってちょっとツイートしようかな。騙されない？みんな。ねえ、騙されないかな。騙されないかな。みんなそこまでアホじゃない？そうだよ、ショールームを見てるみんなだけが、ショールームを見てるみんなだけが答えを知ってるっていうので、答えを知ってるってので、今日の夜に髪を切ったっていう嘘をつきます。だからみんな他のファンの人には内緒にしててね、ツイートする、ツイートしても、ツイートしても髪切ったんだねっていう風に装ってリプライを送ってください。いいですか？ですぐ騙され、騙し、すぐにあれします。割とすぐにネタバラシするけど、割とすぐにネタバラシするけど、ネタバラシするまでは秘密だよ。ネタバラシするまでは秘密。とでもツイッターにあげるならちゃんと自撮りしないと、ね、ちゃんと自撮りしないと。ツイッターは大事だから、ツイッターは全世界だから、まあショールームもだけど。メンバーはリプしてこないかな、はどうだろう、てくるかな。なんかさ、これがあるからさ、騙せなそう。これがあるから。だからこれをさ、どうやったら。これを隠すにはさ、これをさ、手とかでさ、これを手とかでさ、こうやってさ、こうやって隠せばさ、いいんじゃない？てか、ここだけ写せばいいんじゃない？どうしても写っちゃう。スクショタイム希望だって。ちょっと待って。
どう？どうかな？取れた？取れた？どう？ちょっともうちょっと自撮りしていい感じのが取れたら載せます。え、なんか変なフィルターかかっちゃった。え、なんか変なフィルターかかっちゃった。やだやだ。イエーイ。でからのでもこの毛布でバレそう。毛布でバレそうなのよね。毛布があるとバレるんだよ。だからこれを完全にこうやってかぶってもうまるでそう、ただ布団を着てる人みたいになって、ただこうやって布団を着てる人になる、こうやって着るで撮るといいんじゃないと私は思う。こうしてこうやって撮って、見えとる。ピースすらできないんだよ、これを隠すのに夢中でピースができないの、これのせいで。ピースしてないと怪しいじゃん。いや、バレるかも。やばい、もうすぐ終わらなきゃ。あ、見える。騙されるわこれ。騙されるよ。オッケー。いっぱい写真撮りました。なのでちょっと見てみんな。どう？ちょっと見えないな。あ、いろいろ見えすぎた。いいね。これでいく。これでいくぜ。いや、わかんないんじゃない？
なんか遠目に見てると分かんないんじゃない？分かんなくない？じゃあ今日中にツイートするので待っててください。今日中にツイートします。じゃあみんな死だからね、絶対に騙されたふりするんだよ。死だからね、絶対まだまだツイートしないでね、約束だよ。今日は夜遅くとも遅くとも8時いや9時までにはツイートするから、騙されたふりしててね。